久保さん、今回、帝王を倒す、歩兵、歩にしましょうか。まあ僕、将棋、できるんですけど、歩って、前にしか進めないんですけど、敵陣に入ると、成り金になれるっていうね。多分一番将棋の中で一番昇格するんじゃないかなっていう。まあ、一歩ずつ前にしか進めないんだけど、<laughs> 敵陣に入るできない金になるっていうね。 あのルール作った人すごいなと思うんですけど、うん。まあ世の中にはいろんな人がいると思いますけども、ね、お偉い人もいれば、庶民もいれば、まあいろいろあると思います。だけど、まあ人生っていうのは、まあ前に、歩みたいに前にね歩、歩いていくしかないので、 まあ、世間がどんな状況になろうと、自分がやるべきことをこう、やっていくっていう感じですかね。うん。まあ、人生という千里の道も、一歩なくして始まらないっていう感じですかね。うんまあ、このレザーレクションズももう、 あと200本ぐらいですかなんか、あれですね。まあ、今年には言まあ、絶対終わりますね。レザレクションズ。多分僕が30代。まあ、10月までには終わるだろうな。ということは、僕40歳になったらまた新シリーズですかね。<laughs> いやー、続きますね。はい、レザレクションの後は何だっけなレザレクションズの後か。 これ全部ね、久保さん、あの、シリーズもか考えてるんで、レザレクションの後が、なんだっけな。 ビヨンドですね。ビヨンド <laughs>。次、ビヨンドですね。まあ、これね、北野武しさんの映画の作品を結構、あの、いただいてるんですけど、ビヨンドってどういう意味だビヨンドってどういう意味ですかね。パーソナル、ビヨンド。まあ、過ぎて。うん、なるほど。 いってらっしゃい。